はい、皆さん、こんにちは。アいじゃ、できてる。はい、今回もブルブルだよー、みたいなね。<laughs> ブルブル話題です、みたいな感じですけどね。えー、今現在は日本はね、安倍さんのもう国葬の、ね、話で持ち切りっていうような感じではないんでしょうか。まあ、私もね、日本の報道を見てませんけども、まあなんか YouTube あたりをね、えー、まあ例えばね、FNN だとかね、ANN AN だとかね、そういったような、まあオンラインの、ね、ニュースを見るとやっぱりね、 安倍さんのの国葬の話ででりだなという感じですよねまあねでもね私はこのね安倍さんの国葬云々まあ、非常に日本にとっては大きな話ではありますけどもでもやっぱりねそれよりもねえー、なんかねやっぱりどうしてもですねこの皇室関係のことがね気になってきちゃってですねここのところね例のそのエリザベス女王のね国葬の話もありましたのであの素晴らしかったね天皇皇后両陛下の えー、ご参列とかねそういったようなこともありましたんでねどちらかというと、まあ、天皇陛下、まあ、どちらかというとその、ね、皇后雅子様ですね雅子様に関するような、えー、話題をちょっと中心に何かね何本か続いてましたけどもね今回はまさしくそういったような中でですねブルブルですよみたいな感じなんですが <laughs> えっとですねちょっとすいません皆さんにもですねコメント等を通じてねかなりちょっとねご心配かけちゃったんですけど あんまりね、また最近ちょっとね喉がよろしくないんですね。私の主治医にもね、ちょっと言われちゃってね、最近動画長すぎますよなんてこと言われてるんですよ。前はね、やっぱりね、10分前後ぐらいだったんですけど、最近ちょっとね、話す内容なんかも増えちゃってね、長い動画だとね、30分前後ぐらいっていう動画があってね、まあ、皆さんもお,かお,、ね、お気づきになってると思いますけども、ちょっとね、主治医の先生もね、主治医の先生も、私のこのね、 あの YouTube のチャンネル見てくれて登録してくれてるもんですからあの日本語は大臣なんだけど日本語がよくわかるんですよの先生でねえでやっぱりちょっとねあのまあ私の本名でね「ないないさんもうちょっとあの、えー、実際のね動画の時間短くした方がいいですよ」なんてこと言われちゃってるんですけどねちょっと気をつけますみたいな感じなんですがまあそれはいいです私のね喉の話なんでねでも皆様にもやっぱりねコメント等を通じてね、えー 例えばね、のど飴これ買ってくださいとかですね、蜂蜜がいいですよとかですね、まあ本当にいろんなね、あの、アドバイスいただいてありがとうございます。えー、ちょっとね、気をつけたいなと思いますね。えー、やっぱり声出なくなったらね、YouTube できなくなっちゃいますからね。<laughs> はい、えー、で、今回の話題なんですけど、まあちょっとね、今、えー、さっき言ったようにですね、あの、雅子様のね、皇后陛下の話がちょっと多かったんですけども、今回はね、まさしくブルブルで、えー、江戸宮家、特にですね、 佳子さまの話に関してちょっとお話ししたいなと思います。でね、えー、実はね、本当はね、この動画はね、昨日ぐらいに撮りたかったんだけど、えー、ちょっとね、えー、昨日なんかもですね、週刊誌が女性週刊誌の話題なんかあったんでね、そちらをちょっと優先させたんですけど、えー、まあ、えっ、ー、とね、おとといぐらいすごかったんですよ。あのー、佳子さまに関しては例のね、何でしたっけ、手話。手話に、手話の甲子園じゃありませんけども、全国高校生のね、 えー、手話の、えー、なんかパフォーマンスの甲子園だかなんか知りませんけど、えー、そちらの方にねなんか出ててねそれに関してもすごいね持ち上げ記事私もねそのウェブ上の,あの記事なんかを見てもねことごとくねウェブ上のね持ち上げ記事ばっかしだったんですよねで例えばね一例を言うとですねなんかすごいよ例えばね私もちょっと全部調べ,調べ上げたんだけどえー 今回ちょっとね、後で紹介しますけど、FNN のプライムオンラインだとかね、日本海新聞だとか、その他毎日新聞の、まあ、デジタル版だとか、朝日新聞のデジタルだとかね、読売新聞のウェブ版だとか、フライデーだとか、参院中央新報だとかね、BSS の参院放送やらね、TSK 参院中央テレビだとかね。もうね、それだけじゃないです他にもいっぱいありました。本当にね、なんか20ぐらいあったかもしれないね。 もう次から次とですねこの佳子さまの,その、ね、手話全国高校生手話の、えー、甲子園この話題持ちきりで全て全てがですね全部アゲアゲ記事「素晴らしいですね」とかね「佳子さまお美しいですね」とかね「可憐ですね」とかね そんな話ばっかりもうなんか見ててね嫌になっちゃうぐらいだったんですけどねいや別にね佳子さまが別にそう言ったなことで公務に出られてですねいや別にいいですよそれはね別に手話のねこの全国のね選手権というか えー、なんだえー、まあというのはね、話なんで、別にそれはそれでいいですよね。そういうふうに公務に出られることはね。ただやっぱりちょっとね、まだまだやっぱりね、流行り病ありますからね。私なんかオンラインでいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあただね、それは100歩譲ってじゃありませんけど、それはいいんだけど、あまりにもね、あげあげすぎなのと、なんでこのね、えー、 ある筆頭宮家であるけどねある宮家のねこの次女の方に対して、まあ、内親王殿下ではありますけどもなぜその一内親王殿下のことに関してこれだけ上げるのとかねこれだけ上げるんだったらねもっともっとですね先日のねそのね天皇皇后両陛下のですねその、えー、ねイギリス訪問の話ですねあれをもっともっともっとねその100倍ぐらい上げた方がいいんじゃないかなって気がしますけどねどのように皆さん思います 本当にすごかったよ、これ。一昨日ぐらい。もうとにかくね、10度号じゃないですよ。多分20ぐらい。もう各ね、すべての報道機関じゃありませんけど、ブワーっと出てましたよね。全部、アゲアゲ記事。で、今回ちょっとだけ紹介しますけどね、FNN のプライムオンラインでこんなこと言ってましたよってことでね。例えば、毎回入念な準備を重ねて、 交流の場では口元が見えるマスクをつけて会議を、ね、弾ませられましたとかですね,ね入念な準備と心遣い佳子さまの魅力的な手話とかね <laughs> そんなような話で今ね、えー、その口元が見えるマスクってねちょっとこんな感じね、まあ、ちょっと写真ブレてますけどすいませんこんな感じでね要はこの口元あたりがよく、ね、見えるようになってるだから何なのって感じですけどね それが入念なな準備なんでですすかって感じですけどねもうねあの入念な準備っていうことになるとね、えー、やっぱりねこっちの話になっちゃうんですけども例のね3月ですよあれ3月の17日でしたかね年、えー、宮愛子内親王殿下のですね、えー、初めてのその、えー、記者に向かっての記者会見あれこそまさに入念な準備でしょう、ね、あれ A4 馬何,何,何枚でしたかね確か,なんか10万何枚ぐらいあったのね 全然ね、目を落とすことなくね、一回だけですよね、天皇陛下のお言葉を、えー、そのメンションされたというかね、その言葉だけをね、やっぱり一時一句間違っちゃいけないということ、やっぱり天皇陛下のお言葉ですからね、それだけは間違っちゃいけないということで、その時だけ下をこうやってね、見たんですよ、その原稿をね、それ以外は、ずーっと記者の方のね、えー、もう、を見ながらですね、下に、目を下に落とすことなくね、話、えー、されてましたよね、30分ぐらい。 あれこそ入念な準備なんじゃないんですかって気がしますけどね <laughs> で。でその,あの口元が見えるマスクこれが入念な準備らしいです。別にねあの文句言ってるわけじゃないですよ。いやそういったような形で佳子さまがあのまあそういった準備をされてですね、えー、実際のこの手話の甲子園ですかそちらにねご参加されてねその、えー、実際のね、えー、その他のね手話の甲子園に、えー、まあ 実際にまあお話をっていうかその手話をねしたような実際の高校生といろいろお話をされましたといや別にいいですよそれはね別に素晴らしいことだから別にそれに対して文句は言わないんだけどそれに対してこのね「あげあげ記事」のね行列本当にねすごかったよ一昨日ぐらい皆さんもお気づきになったと思いますけどねなんか普段でね何にも出さないようなねさっき言いましたね例えばねなんだっけ BSS 参院放送とかね参院中央新報だとかなんかこんなようなこと普段上げてるみたいなねところがところもですねこぞっと上げてたみたいなねいやーね何なのとでやっぱり案の定ヤフコメ見るとねいやそれは中にありますよアゲアゲヤフコメもありますよ例えばね、えー、手話のエキスパートである佳子さま高校生に乗って通って一生の思い出となったことでしょう いやそれは、ね、まあそういうようなね、まあ、誰から頼まれたか知らないけどそういったねあげあげやふこメもありますけどもでもやっぱりほとんどはね、まあ、例えばですけどね「イメージアップキャンペーン中ですか?」とかね「ね静岡が大変なことになってるのにこんなことやってる場合じゃないでしょう?」とかね「なぜ主役の高校生たちにスポットを当ててあげないのでしょうか?」とかね。 中身が伴わないとかね、いかによく見せるだけの演技をしているかのように見えてしまいますとかねまあそういったようなねネガティブなコメントがやっぱりずらーっと並んでるんですよ。まあネガティブなコメント9かな8から9に対して12でなんか、まあ、誰から頼まれたのか分かりませんけど <laughs> あのねえ佳、ー、子様ねお綺麗だとかねえー、まあ,あの準備が素晴らしかったとかですねさっきのマスクじゃありませんけどね。 そんなようなことがちょっと1、2ぐらい出てますけどね。まあ、いずれにしてもね、さっき言ったように、普段こんな皇室話題なんか話をしないような、ほんと地方のテレビ局だとかね、地方のこのメディアだとかがですね、もう本当にこぞってね、えへ <coughs> 様、過去様、過去様みたいな感じであげてたんですよね。非常に私は違和感、違和感だらけみたいな感じですけどね。やっぱりこういうようなことを見るとね、 まあどこぞかのどこぞの力が働いてね,ねあげろーみたいなことで働いてんじゃないのっていうね力がねというふうに思えちゃいますよね。ちょっとああままりりににもも違和感、不自然。だって普段、その皇室のこの字もあげないようなねえその地方のさテレビ局だとかメディアが何でここぞとばかりにですね佳子さま素晴らしいって何であげるんですかここれれはそれこそね、あの 天皇皇后両陛下がねお出ましになりましたこのね公務にもご出席になりましただったらまだわかるけどね内親王殿下ですよねまあ内親王殿下がまあだからこそかもしれないけどねでもねそんなねここまでねあげるっていうようなことは非常に私違和感感じましたよっていう感じです。 だから何回も言いますけどね、別にその公務が悪いということを言ってるわけではないですよ。ただ、このアゲアゲ記事をね、こぞって上げているですね、この、えー、メディアの方々、なぜですかということは、やっぱりね、えー、ちょっと疑問は呈したいなという感じですよね。非常に違和感だらけみたいな感じでした。はい、皆さん、どのように思いましたかこれやっぱり本当、おとといですよ。本、え、当、ー、2、3日前にもうね、 要はその国葬がね明日から始まるよみたいなことにねと合わせてもしくはそれ以上にですねそれ以上にそれこそ安倍さんに失礼だと思うけどねその安倍さんの国葬がね明日から始まるよっていうようなそういったね国民としては非常に注目度が高いようなそういったような、ね、報道以上にこのね一内親王殿下のね地方のなんだ手話甲子園の、 話がね、ぶわーっと取り上げられたって、取り上げられていたって話ですよね。おかしいよね。それだけ取って、それだけちょっと取ったとしてもなんかおかしいよなんて感じですよね。はい、ということでした。皆さん、どのようにお感じになりますかね。あのちょっとね、口元が見えるマスク、まああれはちょっと確かにね、まあわざわざ、何、えー、て言うの、まあ工夫を凝らしたのかなっていうふうな感じはいたしますけどね。はい、それだけでした。はい、ありがとうございました。それではね、また皆さん、バイバイ。